ジェームズ・マディソンはアメリカ海軍のジェームズ・マディソン級原子力潜水艦の一番艦。艦名は第四代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・マディソンにちなんで命名された。その名を持つ艦としては米英戦争時に英軍に打破されるまで修正船として使用されたスクーナー以来に席目。ジェームズ・マディソンの建造は1961年7月20日にバージニア州 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1962年3月5日に寄港した。1963年3月15日に、エースマイク・モンロニー夫人によって命名、浸水し、1964年7月28日に、ブルーハンのジョセフ・エル・スクーグ・ジュニア艦長及び、ゴールドハンのジェームズ・ディ・ーカーニー艦長の指揮下、収益する。 1964年11月から12月にかけて成長後の修理及び修正を行った後、ジェームズ・マディソンは最初の紹介巡行を1965年1月17日に行う。ジェームズ・マディソンは1992年11月20日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、 原子力艦再利用プログラムの下1997年10月24日に解体された。ありがとうございます。